い、皆さんこんにちは。せーの、いただきます。イエーイ、始まりました。これやってこ、これでやってみました。はい、むつこチャンネルまた始まりました。よろしくお願いします。今回はですね、人狼をやってみたいと思います。よっしゃー、人狼で、人狼ゲームマスターをりょうさんに渡したいと思います。まあ、もうね、あのキャラクターみんな登録して、名前を、はい、それから配役をまずしてから、市民が4人いる、占い師1人、うん、人狼1人。おー、孤独な戦いですね。でゲームの流れ、夜、昼、裁判、3つのステージを1個のターンとして勝敗が済むまで繰り返されます。まあ、夜では人狼が殺害するプレイヤーを1人決定します。はい、また超能力者は特殊能力を使うことができます。で昼ステージはプレイヤーに自由が会話できる。ここで、ここで実際にね、そう、誰々が怪しい、誰々がどう、誰々がどうだというような話をして、処刑する人をまあ決める、裁判ステージでは、プレイヤーの多数決によって処刑する人を1人決定します、皆さん、この牢獄に集められたのは、連続殺人犯、人狼の容疑者と、事件解決の鍵となる超能力者です。人狼を見つけ出し、事件を解決できるのか、それとも全員が人狼の餌食と化すのか、それはまさに命をかけたゲームの幕が切って落とされました。なんでこのリアリティだけは出そう。牢獄ね、牢獄ね。うるせえな。皆さん、恐ろしい夜がやってきました。りょうさんから順番に夜のアクションを行ってください。うん、 OK。 そうですね、こいつじゃないかな。もう疑うの？感じじゃないですか。でもさ、だってもう集められてるんだから。なるほど、我々もう集められてる。なんかよくねえと思うけどね、俺はそういうの。お前かもしれないんじゃねえか。次、仲悪いやつ。レイチェロです。太郎、俺たちは生き残ろうな。兄ちゃん、牢獄にあんなパーカー着てくるかね。バラで乗り込め。前髪もう90度悪口じゃん。悪口じゃん。最近ね、あれだよ、ユウスケに攻めるよね、最近。すごいね。いやー、こんなんでも分かんのか。でも一旦目なんだよね、でも。一旦目はまあまあ。誰も見てない。めちゃめちゃ喜怒哀楽しすぎない。やっぱり僕は IQ200 あるんで。ぼちぼちの嘘つくじゃん。IQ200 って、小一が言うやつやん。っていう設定です。はい、はい、俺に任せろよ。ありがとうございました。はい、ゲームマスターさん、恐ろしい夜が明け、はい、朝が来ました。ありがとうございます。どうぞ。昨晩の犠牲者はいませんでした。いや、そうですよね。そうですよね。一旦なんで、一旦目ですから。人狼は、人狼がいるのに寝るな。そして、なんとにわかに怪しいと思われる人物が浮上しました。なんだと、めちゃめちゃ変な話してる。早速してる、めちゃめちゃ。その人物とは高作か。まあそうだよ。なんなんだよ、そもそも高作って。名前どうした。名前はもう高作が取りすぎなんじゃ。6人いて1人しか浮上してないんだよ。もういいじゃねえかよ。でもいい、でもいい。まあ最初はね、最初ね、最初だから。これは何の意味もないかもしれないし。じゃあ今から人狼を見つけるために話し合いを行ってください。話し合いで見つけるの。話し合い。スタート。じゃあ俺はまず聞きたいけど、俺は殺さない方がいいよっていう人。それやめない。それやめた方がいいと。みんなそうだと思うよ。みんなそうって言うもんだって。俺はそうだ。え？あいつもう俺縦紙が見えてきたな、なんか。怪しすぎるだろ。その提案をまずする時点で、そう。多分ちょっと翔太怪しいと思う。あ、確かに。それいきなりその話を。でも初ターンでさ、本当にバカでやってる可能性もあるじゃない。なんか読んでも翔太くんはそこまでバカじゃない気がします。いや翔太ね、頭いいのよ意外と。なんか目バッキバキやで。どうした？目バッキバキやで。お前らここは牢獄だって、お前忘れてんだよ。ニコニコしやがって。じゃあ両国、両国。あのこのままさ、誰かをさ指さすと立つわけじゃない。あの一旦目で市民を殺すのを、殺されそうだなこの人と思ってる人にみんなが行きそうだなと思ったら、その人が人狼じゃないって分かってたら、最後に最後の最後の数秒とかで、俺占い師なんだけどそこは違うからって言ったら。でもさ、占い師って言ってさ、人狼に占い師殺されちゃったら困るな。確かに危険性は。だから一回目はちょっと怖いのよ。あ、でもね、俺じゃないよ。普通に俺も違う。俺も違う。みん
な違いますね。連打な連打な俺は IQ200 あるんで今みんなのこと見てたんですよ。ゆうすけくんの提案はちょっとおかしいなって思って。おおというとというと、あ、そうだよね。だから占い師を殺したい提案だよね。あ、なるほどね。あ、なるほど、IQ 高い。なるほどね。だってさ、経験者じゃん。でもこれって本当に一人も倒されちゃいけないゲーム。そうなの。市民が。そう、市民がね、倒されたくないわ本当はね。だから一夜目で人狼を最初に殺したいわ。確かに。捕まえたら間違いない。捕まえたら間違いない。亮太郎全然喋んない。あと1分だよ。1分切った。こう、何言ったらいいのかなって今。ああ。すごい。怪しまれたくもない。そう、あんまりすごい言っても。でも喋んないってのも怪しいから。そうなんですよ。でもなんかゆうすけくんの提案はなんかそのゲームを動かす上ではまあ確かにね、面白いなっていう。ずるな素人だからね。人狼がさ、じゃあさ、もう殺そうとしそうな人を見つけようよ。ああ、だからレンとかさ、IQ200 だからさ、殺されがちよ。設定の話じゃん。グルグルい設定が始まってる。俺らは兄弟だから、あの、ちょっとね、やっぱり20秒だ。うん、そうですね、ここは。いや、まあでも今んとこちょっとユウスケが翔太かだな。俺、そう、翔太かユウスケなんだよ。俺まだ疑われてんの。俺全然ないよ。どっちかわかんないけど。わかんないけど。俺全然ないよ。俺が人狼だったら食べるわ、レン。レン君。レン、IQ200 です。あと2秒、1秒。じゃあ俺が人狼だったら、終了。上ちゃん食うわ。上も上様。話し合いは終了です。日が暮れて今日も一人容疑者を処分する時間が訪れました。うわ、プレイヤーは怪しいと思うプレイヤーの名前を告げて質問をしてください。おお、質問の回答を聞いた上で誰に投票するか決定します。うん、投票は非公開で行います。順番に端末を手渡しで投票してください。なるほど。なるほど。はい。質問ね、質問も難しいね、これ。難しいっすね、これ。まあ、そうやですからね。ちなみに、亮太郎は誰が怪しいと思ってる今。僕は、まあ、勘です、やっぱり。その証拠は何もないんですけど、勘でいいよ。まあ、レン君かなって、ちょっと考えてました。あの、なるほどね。ユウスケ君が一個提案をして、そこに、まあ、なんか、餌じゃないけど、引っかかったなって。そう、潰せるなって思って、乗っかってったんじゃないか。乗っかったんじゃないかなって思って、なるほど。レンはさ、今のその言われて、なんか弁明はある？ありえないなって思いました。なんでなんで。いや、5ぐらいやけど、あの、本当に僕は市民なんで、あの、ありえないと思って。僕はこんなに必死に IQ を使って犯人をあぶり出そうとしてるのに、あたかも俺が人狼のように言ってきてるから、俺はもう太郎ちゃんはバカで、市民だったらバカだなと思うし、人狼ではあるかなと思います。人狼は人狼。わかりました。もう大丈夫です。もうそれ以上でも以下でもありません。殺されるわかりました、わかりました、ありがとうございます。今のこの界隈の中、この会話の中で一番ノーリスクで人の会話に乗り続けてた人が一人いるのよ、それが上ちゃんだと思ってて。あ、上ちゃんは人狼ですか？違います。わかりました。メンタリストじゃん。静かにして。レン。レンは、はい、多分次のターンいないと思うんで。マジで言い残したことはある。もうちなみに俺も投票しちゃったんで。おい、質問してから投票してくださいよ。言い残したことありますか？まあ、とりあえず今度から IQ200 っていう設定はやめます。ありがとうございます。レン君。その静かなトーンやめろよ。はい。好きな食べ物なんだ。もう聞かない。何か言ってよ、お前にさ。しかも俺が答えてから投票してる。じゃあ上様。はい。上様、やっぱりユウスケ君が言ってた通り、あの、みんなにこう乗っかってた感があるんですけど、やっぱり人狼の特徴、初夜の人狼の特徴ってそれなんですよ。お、乗っかりがちなんですよね。発言しない、発言しないというか。だから僕はもう今日ここで死ぬんですけど、皆さんはちょっと上様を重点的に。なるほどね。まあでもそれはいい。はい、僕は市民だったんで、
もうとりあえず僕の信念を託します上様に。はい、わかりました。投票の結果出ました。はい、結果は上チョロさん、レンさんの決戦投票を行います。うわちょっと危ねえ。じゃあもう本当に俺が怪しいと思ってるってことか。まあ容疑2人かけられてるんで、1人ずつ、はい、まあ一言ずつ最後の弁明をしてください。そして残りのプレイヤーで再投票を行います。俺じゃあ先行っていい、うん、俺ガッチガチで市民だよ普通に。あんま人狼やってないからよくルール分かってないだけで、俺じゃないよ本当に。普通になんか、あ、マジで市民だったんだ上ちゃんって普通になるだけだと思うよ俺に入れても。じゃあね、はい、僕は本当に市民なんで、本当に上様が市民だったらもうこれは市民側が結構痛手をやっちゃったなっていう話なんで、まあ、僕も市民なんですけど、僕がに投票された時のためにもう託します。市民側に占い師さんは出てください。なるほど、両方市民だからこれ難しいな。これどっちも市民、どっちも市民だったかもしれないな。じゃあ俺から投票して4人で、うん、はい、投票していきますね。そっか、偶数だから。そうなの、割れちゃうまあ最終的にそしたらランダムになっちゃうんだけど、はいはい、出ました。決戦投票の結果、再び同票となったためランダムに処刑者が決定されました。本日処刑されるのは、レンです。わぁ、何で死んでるのやん、これ。何で死んでるから、死ぬやつやって処刑されるのは、レンです。なるほど、このゲーム。うわぁ毒殺なの。よくわかりましたね。よくわかりましたね。以後幽霊となりゲーム終了まで話してはいけません。はい、画面外から消えてもらって。全体写真にしましょう。レン君の。皆さん、容疑者を処刑したにもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきました。そうだ。僕から順番に夜のアクションを行っていきます。夜です。こんばんは。こんばんは。チュン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 、おはようございます。朝が来ました。おはようございま す。恐ろしい夜が明け、朝が来ました。昨晩の犠牲者は、タカサックさんです。なんで、おぉ壊れちゃったの。タカサックさんは、あれ、兄ちゃん、マジでか、どうやって殺されるの。ちっちゃい蚊に殺されたんだ。蚊なんだね。ほらなー、ほら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 。今朝は強く疑われている人物はいませんでした。おー、怒ってるプレイヤー、あ、なるほどね。じゃあ4分のシンキングタイムです。これ占い師がさ、出ましょうよ。2人知ってる可能性があるの、うん、俺占い師なんだけど、うん、翔太と上ちゃん、うん、市民です。ほら、そうだよね。いや、もうこれね、もう俺多分ユウスケだわ。いや、多分ね、俺は信じるよ。俺はマジでない。どういうこと、俺は信じる。俺は信じるよ。だからここで占い師として出てくる人もいないわけでしょ。俺だったら、俺が人狼だったら出るから。占い師、俺が占い師です、うん、で出るから俺じゃないってことはもう太郎だ。いやどうだろうね。でも、まあ、言葉巧みだね、うん、今そうだね、今対面交わしたから、ね、太郎だね、言葉巧みだね。いや、これで、ね、待って、占い師が太郎じゃないんだよね。そうです、僕市民です。市民なんだよね。だとしたら翔太が占い師じゃない限りはもうこれ、まあ分かんないってことだよね。俺からしたらもう太郎だ。まあでも僕からしたらもうユウスケ君っていう、いや、そうだね、同じ状況なんで、うん、まあまあそうね、うん、なるほどね。いや、もうじゃあここで間違えたら、うん、ここで間違えたら終わるから、うん、あと2分、あと2分半。多分太郎が喋らないじゃん。もうなんて言っていいか分かんない。あんまりよく分かってないから喋ってない説があるのかなって思う。いや、そう、俺もちょっとそれは思ってる。俺ユウスケだと思うわ。ちょ、マジで、マジで騙されないで、マジで。いやー、って言ってる、俺さ、って言ってる、言えば言うほどユウスケ疑わしいのよ、めちゃくちゃ。なんか逆に弁明状態、めちゃくちゃ疑わしいのよ。俺ね、うん、もし人狼だったら、初ターンであんなにリスキーな提案しなかった。なるほど。何したっけ、初ターンで。あの、占い師、出ない方がいいよ、占い師、出ない方がいいよっていうリスキーな提案を俺はしない、絶対に。
亮太郎が死ぬほどうなずくだけなんだよ。いやそうか。いやなんか俺え、ゆうすけ俺らを導いてほしい。そうそう、マジで導いてほしい。俺はもう亮の占い師は信じたんだよ。うん、これはだって本当だと思う、はい、100% 信じたんだよ。だって最初のそもそもそれに対して上ちゃんが市民だっていうことだから、うん、もう俺にとってはもう太郎しかないよ。まあそうだね、それはそうだよ。まあね、ゆうすけが人狼かもしれないしね。そう俺じゃない。あ、じゃあ逆に太郎、太郎、ね、太郎がどう思ってるか、まあ、僕からしたら状況的にはもうほぼ一緒なんで、ゆうすけ君とは。あ、確かにね。まあまあ状況的には、ね、だから僕からしたらもうゆうすけ君が人狼だなっていうのが確定してて、うん、でなんか初日に一番やっぱアクション起こしてくれたじゃないですか、うん、で決戦投票で2人話してる時に断定顔してる。結構なんか落ち着いて喋ってるね。いや、そうなんだよ。ないのにそうなんだよ。なんか今ゆうすけが追い込まれてるからなのかもわかんないけど、まあなんか2人は絶対市民だなって思って、うん、自分の判断ミスだったのかなっていうのでユースキーなのかなって。いや、どう来たの。多分もう俺らが結託して危なさしかないと思うのよ。ちょ正直わかんないわ。人狼が2人いたら怪しいんだけど、まだ1人セーフティーはあるんだけど、俺もめちゃくちゃわかんないんだよ。もう俺は太郎だよ。ユースケって これで俺、いや俺ユースケのそれが、うんうん、嘘か本当かわかんないのよ。わかんないんだよ。なんで太郎だよ。なんで俺こんなユウスケのこと信じらんないんだろう。俺は信じらんないんだよ。なんか信じらんないんだろ。信じろよ。マジで信じろ。で逆にこれユウスケが人狼だったら俺と来ても二度と口聞かない。もう聞かん。いいよ。いい。絶対絶対違う。絶対違う。じゃあ亮太郎だよ。じゃあ亮太郎だ。じゃあ亮太郎だ。じゃあ逆に太郎は逆に弁明して口聞かれない。議論終了。いやあ。時間です。話し合いは終了です。日が暮れて今日も一人容疑者を処分する時間が訪れました。急に面白かった。お前らダッサ口聞かないからね。ダッサ。じゃあ俺から投票します。質問な質問ない。もうない。いらんもん。もうなんか2分の1どっちかだよ。処刑されるプレイヤーは太郎さんです。お、はい、ジャッジメント。バーン。太郎さんは処刑されました。あー、この瞬間に人狼は生き絶えました。イエーイ。いや、よかった、ユウスケは。俺ごめんなさい。ごめん、ごめんなさい。信じろよ。ありがとう。いや、俺たちはどうしてもお前を信じられない。なんでだろうな。いや、でもひっくり返してくれたからよかった。素晴らしい。いやイエーイ。なんかさ、もうお前嘘つきだな。マジっすか。上手だった、ちょっと上手だった。怖い。こんな強い嘘つき。怖い怖い怖い。弁明が全部嘘くさいね。いやもういいかも見つけたって。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、せーの、おそ松様でした。